そうだ、君にはとっておきのものをあげよう。僕のピカピカのスマイルさ、どうかな。いらねえ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで雲の住処入り口って言ったよね。あ、ここ蜘蛛の巣の匂いが充満している。これは当たって大丈夫なやつ？は、なんかわからんけど。うわ、なに？怖い！びっくりした！ねえ、聞いた？何を？横島にシャツを着た人間がもうすぐここを通るんですって。私のことだね。しかも人間は蜘蛛が大嫌いなんですって。ちょ、なんかキャ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 っていうのめっちゃ気になるし、すごい怖いんやけど。人間は蜘蛛を踏み潰すのが趣味なんですって。踏み潰さない、踏み潰さない、気持ち悪い。蜘蛛の足をちぎるのが大好きなんですって。鬼畜やん。そんなことしないよ。てか、蜘蛛の巣めっちゃ絡みついてきて歩けないんですけど。それに人間は。何？ああ動けない。あ、さっきの女の子。ものすごくケチなんですって。ふふふ。あなたのグルメなお口には私たちのスイーツは合わない？それはどうかしら。あなたのお口は私のドーナツの隠し味にぴったりよ。何隠し味って。マフェットに囚われた。マフェットって言うんや、この子。もがく、分析、10ゴールド払う、もがく。体をよじってみた。マフェットは口に手を当ててクスクス笑っている。あら、どうしたの？そんなブルーな顔して。ひー、何？満たされてくんだけど怖い。何これ。あなたには紫の方が似合ってるわ。怪しい紫の蜘蛛糸に囚われた。何、どういう感じ。何、次はテトリスみたいな。体をよじってみた。モヘッドは手を叩いて笑っている。どうしたの、嬉しくないの。やっぱりテトリス的な感じ、わからんけど。蜘蛛たちが音楽に合わせて拍手する。体をよじってみた。その動きが愉快だったので、マフェッターは割引してくれた。割引？もうすぐ美味しいケーキになれるのに。え？材料人間ですか？あー、ちょっと待って、怖い。体を締め付ける蜘蛛糸をマフェットが綺麗に整えた。なんだろう、2つに増えたよ。体をよじってみた。しかし何も起こらなかった。逃がしてあげるわけないじゃない。どういうこと？ねえ、ねえ、何？なんで2個になったの？ちょっとよくわからないんだけど。何あれ？マフェットは蜘蛛たちとシンクロダンスを踊った。なんか横向きの目玉の親父みたいな。体をよじってみて、しかし何も起きなかった。あなたの魂で蜘蛛たちはみんな幸せになれるんだから。やっぱりなんか、そういう感じ？くっついて出てくるわけじゃないんやね。マフェットはカップに蜘蛛を注いでくれて、いらない。全然いらない。あ、そうだ、私のペットを紹介するわ。ちょうど朝ごはんの時間ね。二人とも仲良くね。なんかさっきでっかい口を開けたようなあーのが看板に書かれとったよね。無理ね、無理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 。ちょっと上から、もう、あ、ちょっと待って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 、そん、あー、やばい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 、死ぬ死ぬ死ぬ。モフェットはクモとシンクロダンス踊んなし。ちょ、待って。あー、やばい、こんだけしかない。無理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 なんですけど。絶対無理やん。ちょ、待って、無理やって。もがく。あなたのことを教えてくれたモンスターは。何？私のことを教えてくれたモンスターとは。クモたちが音楽に合わせて拍手する。あなたの魂を取ればお金をたくさんくれるって言ったわ。嘘だよ、そんなのは。嘘だよ、ちょっと日暮らし的な。ちょっと日暮らし的な笑顔が可愛くて。何、誰の話。やられたよ。つらい。しっかりしろアイナ、決意を力に変えるんだ。頑張ります。くっそー。てかちょっと待って、私あれだわ。え、待って、これどこまで戻れる。じゃあ私回復アイテムを取りに行きたい。回復アイテムあったら絶対楽勝やん。待って、取りに行きます。はい、ってことで途中の道におった、まあ屋台におったサンズ
からホットドッグをちょいちょいちょい買ってきました。よし、これで体力回復しながら絶対いけるはず、きっと絶対かきっとかでも今度こそ回復アイテムあればいけるやろ、きっと。頑張るよ。よし来い。これで決めてやるわ、マフェット。まあ、私正直2しかないけんねで頑張ります。最初の5ターンまではとりあえず無傷でいきたい。最初のあの朝のお散歩までさあ来いよ来いよ来いよ。はい、オッケー。割引ありがとう。でも割引をしてくれても払えるお金がないんだ。あーぶつかってしまった。くっそ。あ、しかもそういえば私あれやわ、ここに来る途中でさ、モンスターに絡まれて一回攻撃されたけん微妙に体力が減っとんやいや、しかし頑張ります。あ、やべえ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 。とりあえずペットが終わったら一旦回復しよう。とりあえず毎回ペットごとに回復をしようかなと私は思っている。さあ、こいこいこい。オッケー。さあ、ペットの攻撃を避けてく避けてく。はい、避けれてなーいでもあの点滅のね、無敵中に次々進んでいくのはいいと思うよ。ホットドッグ、ホットドッグだよはい、これでこれで、いや、しかし回復アイテムはあるから大丈夫なはず。で、次の、何やった？ランチまでまた頑張っていこう。ディナーって言った。はい、頑張ります。おっと、あれの最初のやつの避け方はちょっと分かったかもしれんね。はい。ほい。あ、でもこれもしかして。ペットの後も回復する必要ないかな、もしかしたら。なんかもったいないよね。はい、ランチ来た。あ、でもここでちょっと避けれんかってっていう可能性は。いや、大丈夫か。あ、とりあえずやっぱりペットの後の回復はちょっと必要やねうん、ペットの後の回復は頑張ろう、必要。はい、これでホットドッグ、よし。あ、怖い。無理無理。何あの目玉、初めてや。ちょっと待って、あと2個しかない、2個しかない、2個しかない。どうしよう、いける？でもね、遺跡にはクモたちがずっと閉じ込められてるのよ。どういうこと？あ、これ目玉じゃなくてドーナツかな。あ、でも避けやすくなってきたかも。次2つ。とりあえずこのまま行く。ドアの下から外を出たってスノーフルの寒さに耐えられないし。うんうん、なるほど。うわー、もうなんかいろいろとめっちゃくる。あ、でもブーメランは避けやすいね。ブーメラン、クロワッサンさあ来い。だけどあなたの魂を売ればヒーター付きのリムジンを借りられる。ヒーター付きのリムジンなんて合成なんだ。ちょ、待って、あのスピードが全然合わなくて避けにくい、逆に。ちょっと待って、危険じゃない？だいぶ大丈夫？でもあと1個しか回復アイテムないけんね。しかも残ったお金で旅行になっていけちゃう。それか野球場でも建てようかな。そんなもの建てなくていいよ。おっと、これは真ん中のやつさえ避ければ避けやすくなってきたね。ディナーですか？ま、その話は置いといて、そろそろディナーの時間ね。どんだけ長いらどんだけ長いら戦闘してんだって話やけどね。ちょ、待って、避けれないんですけど。じゃ、待って、無理でもここで頑張るしか。え、でも避け、つらい、怖い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 。
ね、怖い。無理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 。おっと、まだ生きてるの？ペットちゃん、デザートの時間よ。何？え、遺跡の雲たちから電報？遺跡であなたを見たですって。あなた、私たちに寄付してくれたのね。私すっかり誤解してたみたい。てっきり雲が嫌いな人かと思って、魂を奪えって言った人たちはきっと別の横島社との人間のことを言ってたのね。迷惑かけちゃってごめんなさいね。電報遅い。お詫びに。またいつでも歓迎するわ。次からはお金もいらない。ぐるぐる巻きにしてペットと遊ばせてあげる。いらんそれ。嘘嘘、冗談。今逃がしてあげるね。モフェットは逃がしてくれるようだ。ありがとう。とっても楽しかった。また来てね。あ、私は楽しくはなかったよ。ものすごく辛かったけど。ふぅ。あ、また新たな。メタトンの最新オペラのポスターだ。運命の波に引き裂かれた不運な恋人たちの悲劇らしい。運命の波？そろそろ開演時間のようだ。またなんか。また何かが起こるのか。まあ、あの人間は。メタトン？あ、来た。もしかして、私の運命の人？もうこれなんかステージの上に立ってる。何そのスカート。誰よ、お前。近づいてくんなし。何ちょっと感動的な音楽流しよう。あれ、客席？なんか歌い出した。あなた、逃げてよ。逃げます、逃げます、逃げます、逃げます。あ、逃げれる。王様に、見つかる。人間は、敵なの。うん、うん、うん。悲しい。けれども。でも、逃げようとしたらこれが出てくるよね。歌をずっと聴きよったらいいんかな。檻に、入れられ。びっくりした。これ避けんといかんのかと思った。きっと、ぶっ殺される。やだ。これで、お別れ。どっちにもいけんやん。あ、上か？いや、上がれない。バイバイバイ。涙が出る。とりあえず最後まで聞いたけど。お、流れ星流れた今。とても悲しいわ。あなたが牢屋に閉じ込められてしまうなんて。じゃ、さようなら。どこ？ああ、一体どうすればいいの？まだ続いとん。私の運命の人は地下の牢屋に閉じ込められてしまった。愛しいあの人は卑劣なパズルの罠にかかり、間違いなく死んでしまうわ。ああ、なんと恐ろしいカラータイルのパズルよ。色んついたタイルに一つ一つに残酷な仕掛けが。例えば緑のタイルは踏むと音が鳴り、モンスターとのバトルになる。うんうんうん。赤いタイルは、待ってよ、これ前にしたやつ？パピルスの。あ、それそれ。このパズル、100個ぐらい前のエリアで見たような。ああ、やっぱりそうだ。じゃあルールは覚えてるよね。そうか、それならグダグダ説明を繰り返る必要はないな。でも今回は多分スイッチちゃんと押してるんでしょ。ああ、それから急いだ方がいいと思うよ。なぜなら30秒以内にクリアしないと。何？バーナーで焼き殺されちゃうからね。あははははは。かわいそうなあなた。悲しみのあまり笑いが止まらないわ。それじゃあ頑張って。悲しくないやろ。人間が落ちたよ。痛い。待って、全くわからん。え？通れんじゃん、こっち。え？通れない。え？え？あ、色変わった。いい、無理。おーっと、残念、時間切れだ。絶対無理やろ。これ絶対無理なやつやろ。では、約束通り、火炙りになっていただきましょう。助けてー。さあ、もう逃げ場はないぞ。絶対、違う。絶対絶命、大ピンチ。あ、無理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 。ああ、もうダメだー。ちょ、5本。何？大変、今助けてあげるから。ファイアウォールをハッキングするね。お、なんということだ。
優秀なドクターアルフィーにまたしてもしてやられた。でも、待ってくれたよね、今。悪い奴じゃないの？ただのエンターテイメント？ということ？コホンって一息置いて電話かかってくるの待ってたよね、今。その通りよ。メタトン、観念しなさい。あなたに私たちを倒すことはできない。ここの二人のさ、演技に巻き込まれてんじゃないの、私。私たちは最強のコンビよ。あなたのパズルもここまで。諦めてお家に帰りなさい。なんだって？パズルはここまで？アルフィー、寝言は寝てから言ってほしいね。ミドルのタイルを踏むとどうなるか忘れたのかい？音が鳴ってモンスターとのバトルが始まる。そのモンスターというのは、僕のことさ。マジで？メタトンが襲ってきた。いや、私体力がさ、ないんすよね。とりあえずホットドッグ食べますけど。さあ、お別れの時間だよ、子猫ちゃん。電話が鳴ってる。君の電話？早く出た方がいいよ。もしもし、大丈夫だよ、落ち着いて。携帯にもう一つ秘密の機能をつけたの。黄色いボタンがあるよね。行動メニューを開いて押してみて。携帯の行動メニューが光っている。黄色いボタンを押した。携帯がメタトンのボディに共鳴している。お、なんだその黄色い光は。なんなの？え、何？黄色くなった。今だよ、 A を連打して。撃てる。何、いつの間にシューティングゲームになったの。シューティング要素今までもあったけど。うおー、そんなバカな。やられた。ほら、絶対演技やん。なんということだ、君は思ったより強いようだ。さようなら。今までと様子が違いすぎる。やった、倒せたね。すごいよ、君のおかげ。君のおかげだよ。そんなことないよ。あなたが頑張ったからだよ。私はどうでもいい機能を携帯にプログラミングしただけ。変に思われるかもしれないけど、一つ言ってもいいかな。あなたに会う前はね、私、自分のこと好きじゃなかったんだ。ずっと自分なんてできそこないだって思ってた。何かやろうとすると、必ず誰かをがっかりさせちゃうって、そう思ってたの。ここの評価を上げるための演出ってことかな。最初から別に暴走はしてなかった。メタトンは。でもね、あなたのガイドをやってみてからは私、自信が湧いてきたよ。あなたが私に協力させてくれたおかげだよ。それはそうと、コアはもうすぐそこだよ。メタホテルのロビーを抜けたらすぐだから。さあ、行こう。ホテルがあるの？回復できるかな？じゃないとちょっと、ね、危険。回復して、あと、セーブもしたいかな。どうも、なんか懐かしの面々って感じやね。ナイスクリーム屋さん。お、君はこの前の。ここに移ってから店は大繁盛さ。そこの二人のおかげだよ。アイスクリームを全部買ってくれてね。というわけで、君に売ってあげられる分はもうないんだ。そうだ、君にはとっておきのものをあげよう。僕のピカピカのスマイルさ。どうかな？いらねえ。この場所？あ、そういうことなんや。へえ。君たち買ってあげたんやね、優しい。あ、てか、あんたをぶっ殺す話？あれ、しばらく延期にしたからさ。アンダイ姉さんには内緒な。幸せそうだ。よかったよ、幸せそうで。あれ？なんかこの場所。なるほど、ここか。そういうこと。ここ最初塞がれとったけど、行けるようになったんや。あれ？サンズ？ねえ、右上の IC 路地に入ってみて。お買い得商品が揃ってるよ。でも私今お金ないよね。よう、公園行くんだって。その前に俺と飯でも食わないか？いいよ、食おう。よし、じゃああんたのおごりな。こっちだよ。おいら近道知ってんだ。ここまでちゃんと戻ってこれる？町に帰る？あ、違う、全然。ほら、もう着いた。さてと。あんたの旅もそろそろ終わりか。よっぽど家に帰りたいんだな。まあ、気持ちはわからなくもないぜ。でもな、与えられたもんを受け入れて生きていくっても悪くないぜ。ここには食い物もあるし、友達だっている。そんなにまでして、帰る意味あんのか？あるんだよ。なんちょっと悲しい感じ。いや、やっぱり忘れてくれ。オイラはあんたを応援してるぜ。ありがとう、サンズ。なあ、面白い話してやるよ。オイラスノーフルの森で警備員してるだろ。人間が来ないか見張ってるだけだから、毎日暇でさ。でも、森のずっと奥に、鍵のかかったでかいドアがあって、これがギャグの練習にぴったりなんだ。どういうこと？ある日そのドアをお客さんの代わりにして、新作ギャグを練習してたらさ、突然ドアの向こうから、
おばさんの声で突っ込み入れられたんだ。何言うとりまんねんってさ。だからすかさず返したね。ピン芸人に突っ込むやつがあるかいなってさ。そしたら突っ込みに突っ込むやつがあるかいなって返されて、そもそもボケてへんわって言ってやったら、そのおばさん大笑いし始めてさ、今世紀最高のギャグでも聞いたみたいな勢いで。だからオイラどんどんギャグを連発した。オイラのネタであんなに笑ってくれた人初めてだったよ。そしたらそのおばさんが、私も一つギャグを言っていいって言うから、どうぞって答えたらさ、ねえ不思議だと思わないって言うんだ。何がって聞いたら、こんなに近くで話してるのにトークなんてってビビったね。このおばさんただものじゃないって思ったよ。その後はもう何時間もギャグ合戦さ。でもオイラが帰る時間になっちゃって、パペルスが寝る前に本を読んでやらないといけないからさ、かわいい。そしたらまたいつでもいらっしゃいって言われたんだ。だからオイラその後も何度もそこへ出かけていって、ドア越しにギャグを披露するようになった。最高だろ。いい友情だね。その扉ってさ、家の中にあったやつとは違うやつ？でもある日おばさんがあまり笑ってくれなくてさ、どうしたのって聞いたら、よくわかんないこと言われたんだ。もしこのドアから人間が出てくることがあったら、一つ約束してほしいの。どうかその人間を守ってあげてって。え、もしかしてさ、トリエル？おばさんって、オイラ約束するのって好きじゃないんだ。あの扉のことよね、絶対ホームからの。しかも相手は名前も知らないおばさんだぜ。だけど寒いギャグでこんなに笑ってくれる人に頼まれたら嫌だなんて言えないだろ。でも関西弁じゃないしな。ノリ？ただの。つまりどういうことかわかるか？おばさんとの約束、あれがなかったらあんた今頃どうなったと思う？そう、お前は今頃とっくに死んでいた。ちょっと怖いよ、やめてよそんな顔すんな。からかっただけだ。それにオイラ、あんたのことちゃんと守ってやっただろ。おかげであんた一度も知らなかったじゃないか。どうした？そんな顔して。オイラなんか間違ったこと言ってるか？死ななかったな、私は一回も。ポケモンでいう瀕死状態みたいな感じだったんかな。ま、話はそんだけだ。じゃあ気ぃつけてな。あんたのこと大事に思ってくれてる人がいるからさ。めっちゃ帰りづらい感じやん、それ。ね、つら。誰？怖い。お店の人ではないね。もともとは人間の侵略を阻むためにパズルを作り始めたんだけど、今じゃ複雑な建物を作ること自体がしきたりになっちゃって。散歩するパズルに当たる。困ったもんだよ。それは確かに困った。わし、漫才師で今日は営業に来とりますね。おかげさまで人気者でして。ただ、うちのせがれはな、おとんみたいにお笑いやる言うとりますけども、あいつのネタ、おもんないんですわ。寒いダジャレばっかり言うとりましてな。もう親としては恥ずかして。笑えまへんがな。おかんが死んでもて、それ以来家におるのが耐えられへん言うて。そんでせがれは家を出てしもたんです。それっきり大手へん。わし父親失格ですわ。笑えまへんがな。どうした？疲れてるな。僕はコアの作業員。コアの中はいろんなパーツが組み合わさってできてて、レイアウトは自由に超えられるんだ。いやー、しかし今日は楽しかったな。僕パズル大好き。不思議のダンジョンみたいになっとるってこと？いらっしゃいませ。当店ではお席のご予約が必要です。それからテーブルと食器と食材もご予約を。え、そんなすべて？あ、ここでセーブができるっぽい。ホテルの落ち着いた雰囲気に決意がみなぎった。ホテルのロビー。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、てかさ、ここホテルの正面入り口じゃない？そんな言うほど近道でもなかったんじゃない？ねえ、さっきの